戸次重幸役で出ている戸次重幸です。本日はよろしくお願いします。一足先に我々見せて全話見せていただきまして、でまあうちの妻も見ましてですね、うちの妻がですねやばいって言ってましたね。あんたの好感度だだ下がりだっていうふうに言ってましたんで、これはもう本当声を大にしていたい、あくまでフィクションですと。まあ、現実なのか虚構なのかというね、微妙なラインをついた作品ではございますけども、これは基本的にはやっぱこうフィクションでございまして、ですのでちょっと僕一個心配してるのは、まあ物語進む中で解散の危機っていうのは出てくるんですけどもね、揉めるシーンが出てくるんですけども、まあそこでですね、まあやっぱり私が原因でいろんなそういう軋轢が生むようなシーンが出てくるんですけども、あくまでこれはフィクションですので、本当だと思ってる方はね、戸次重幸が大嫌いになるシーンが出てきます。これはねフィクションですと声を大にして言いたいですね。でもそこを売りにして宣伝してもらった方が逆に見る人増えるかもしれません。吉田羊さんがもう本当に超ノリノリでこの企画に参加してくださいまして、 なんでそんなにノリノリなんですかって言ったら、もうチームナックスの皆さんとなんてそれぞれに仕事はしたことはあるけども、一堂に会した皆さんと仕事するのは初めてでっていうので、そこにすごくなんかこうなんてやる気を見出してくださいましてですね、そのなんかその吉田羊さんのやる気がもうバッとね、デロリアン女王の登場シーンに現れてるなっていうのが僕は感じたもんです。女帝デロリアンです。女帝デロリアン、監督からさすが監督、女帝デロリアンのね登場シーンに出てたなっていうふうに思っておりまして、すごい上げさせていただきました。ありがとうございます。ここから手を振っていただきありがとうございます。では徐々に真ん中の方へ、後ろのちょうど手を振っているスタッフに